お待たせしました。それでは知事の定例会見を始めさせていただきます。最初に知事からお願いいたします。先ほど本部会議でも決定をいたしましたが、大阪の重症病床の使用率がほぼ 70% に達します。大阪において医療非常事態宣言を発出をいたします。医療体制非常に厳しい状況です。重症病床も非常に厳しい状況、陽性者の数については右肩上がりの状況です。またその感染の速度が非常に速いというのが今回の特徴です。この2週間で4倍の速度です。一気に感染が急拡大するというのが今回の感染の特徴でもあると思います。これについてはやはりもちろん春休みに入って人の動きが増えて飲み会宴会の機会が増えた、歓送迎会が増えたということももちろん当然これはありますが、合わせて変異株の影響、イギリス型変異株の影響とかが非常に強く出ていると思います。それは感染の速度もそうですが、重症化のスピード、これも既存株よりも早いと思います。重症化率についてもこれまではだいたい全陽性者に対して 3% が重症化率でしたが、この変異株に限っていくと、全体の検体が約900ですから、統計上有意かどうかまでは言えませんが、その範囲でいうと 5%、 2% も重症化率が高いという状況です。また年代に限って言うと40代あるいは50代60代に行くとかなり高い重症化率になっているという状況です。またこれまで若い世代でそこまで感染が広がるということはありませんでしたが、若い世代間同士、例えば10代間同士での広がりというのも出ています。10代とかあるいは子どもたちで行くと親からの感染、そこで止まってたんですが、子どもから子どもの感染もあるのではないかと。つまりこの変異株については、その感染のスピードが速く、感染力が高いというのはほぼ間違いないという状況です。そういった状況もありまして、70% 前ではありますが、大阪において医療非常事態宣言を発達をいたします。合わせて大阪府民の全員の皆様に対して、不要不急の外出の自粛をお願いします。これまでのまん延防止措置、おととい始まりましたまん延防止措置、夜8時までの時短の要請であったり、さまざまございますが、これについてはぜひお一人お一人、この協力にお願いをしたいと思います。合わせて本日追加で決定したことといたしまして、大阪府全域における不要不急の外出の自粛をの協力をお願いをしたいと思います。感染状況のについて少し説明させていただきます。先ほどの本部会議でやった内容ですので、ざっとということになります。ここが第3波があってですね、ここが緊急事態宣言が解除された時、この時は陽性者1日あたり50人ぐらいという状況でした。ステージ2の状況で解除となりましたが、その後3月の上旬中旬ぐらいまではぐっと増えることはなかったものの、この3月のこの下旬から4月の最初の週にかけて一挙に感染が拡大をしています。この感染スピードがものすごく速いということになります。で、感染した日ベースでいくと3月の中旬以降にどうも感染している方が多いということと、やはりここに変異株の影響が出ていることは間違いないと思います。次お願いします。年代別です。第4波につきましては、もう我々はこれ当然第4波と認識をしています。第4波はですね、この20代30代の新規の陽性者の増加が非常に高いです。そして他の年代も全て一斉に上がっているという傾向にあります。伸び率としてはやはりこの20代30代がもうほぼ垂直に伸びていっているという状況です。ちょうどこれでいくと3月の21日か24日このあたりから一挙に増えているという形になります。次お願いします。重症者と60歳以上の陽性者の推移です。重症者の数につきましても、この赤いグラフがこの重症者の数ですけれども、第3波の時は少しずつ少しずつ上がっていきました。1ヶ月でだいたい60名増加というのが
1ヶ月で約60名増加し、約3ヶ月で171名の増加となりましたが、今回の波については13日で60名増加しています。また15日で80名増加しているという状況です。こちらは35日で80名ですけど、これ15日間で80名増加、つまり重症化は今までどちらかというと感染が広がって少し遅れて重症化が始まるというのが傾向でしたが、今回のこの、まあ、これは変異株が関与していると思いますが、感染拡大とそう時間を置くことなく重症者がぐっと増えるという状況です。ですので重症者も一気に増えてくるという状況がこの第4波の特徴と言えます。次お願いします。ですので重症病床使用率は非常に逼迫をしています。この薄いブルーのラインがこの重症病床の運用数ということで、この実際の実線縦線棒グラフが重症者の数ですけども、このブルーのこの運用数とこの縦線のグラフの幅、これが余裕のある状態を示していますが、医療が逼迫してくるとこの幅が狭くなってきます。現在ですけども3月の20日15日このぐらいまではですね、中旬あたりまでは随分幅がありましたが、もう今は一気に重症者が増えてますから、このブルーの幅が非常に狭くなっていると、右肩上がりの状態、重症の病床運用率も 86.1%、 これは運用病床数、今日現在の運用病床の使用率ですけれども 86% になっているという状況です。そして確保病床数でいくと 66.5% です。明日にはもう 70% に達すると見込まれます。中等症についても、増えてきているという状況で、現在は運用率、実質の運用率、中等症の病床の運用率は 57%、 そして確保病床に対しては 48% です。これまでナイスピードで重症者が急増しているという状況です。受け入れ機関に対しまして重症224床の早期の運用と、それから確保病床を上回る臨時増床を本日の会議で決定したところです。実務的にはもうすでに始めてますが、改めて正式決定をいたしました。はい、お願いします。医療非常事態宣言、これを本日発達をいたします。医療非常事態宣言を行います。大阪府民の皆さん、不要不急の外出の自粛を控えていただきますようお願いいたします。医療体制が非常に逼迫している状況です。一人でも感染者を減らすということが医療逼迫の回避につながりますので、お一人お一人の感染症対策、そして府民の皆様の不要不急の外出の自粛をお願いをいたします。これ先ほど申し上げた通り、そして大阪府外への不要不急の外出の自粛についてもご協力をよろしくお願いします。はい、お願いします。でここからはこれまでも同じお願いしている内容ですけれども、時短要請です。飲食店、喫茶店、バー、カラオケボックス、接待伴う飲食店、居酒屋、まさに感染がやはり飛沫感染広がりやすい場面でもあります。そういった店舗について大阪市内は午後8時までの時短要請を、これはまん延防止措置に基づいてお願いをしています。また大阪市以外につきましても9時までの時短要請にご協力をお願いをいたします。そして、マスク会食の義務化、アクリル板設置の義務化、そして CO2 センサーの設置、この協力に飛沫感染に強い飲食の場作りにご協力をお願いをいたします。経済界へのお願いです。これも引き続きのお願いになりますが、テレワークの推進、これを引き続きお願いいたします。また出勤が必要になる場合でもローテーション勤務、時差出勤、そういった策をよろしくお願いします。大学等へのお願いです。非常に若い年代でこの今回の波というのは感染が広がっていますから、大学についてはぜひご協力をお願いをいたします。部活動、課外活動、寮における感染防止策もそうですし、いろんな今新入生が入ってくる時ですから、コンパ等もの時期でありますけれども、そういった飲み会については控えていただきたいと思います。引き続いてです。これは大阪コロナ重症センターと宿泊療養施設において看護師さんの募集を改めて行います。
大阪コロナ重症センターですけれども、全30床運用に必要な看護師さんは120名ということで、現在約70名を確保しています。これはこれまで、コロナ重症センターで勤務をいただいた方に、人材バンクに登録いただいた方で、この今運用しているという状況です。また3月31日で、この一旦病院に帰られた方もいらっしゃいます。帰られた方のこの派遣と、この経験者の方の派遣ということを再度個別にお願いいたしますが、改めてこのコロナ重症センターで勤務をいただける看護師さんの募集を行います。また宿泊療養施設、今これ2500室確保していますが、さらにここから拡大をしていきます。ここにつきましても宿泊療養施設で勤務して、していただける看護師さんを募集をいたします。次お願いします。大阪府の看護協会のホームページか大阪府にご連絡をいただけたらと思います。次お願いします。営業協力金について受付開始のお知らせです。3月1日から4月の4日まで、まん延防止の期間が始まるまでの第3期の協力金の受付を4月8日木曜日14時から受付を開始をいたします。その方法等についてはホームページで公表いたしますので、よろしくお願いします。1店舗あたり140万円と、そして大阪市の場合は上乗せの、大阪市の賃料が高い場合、大阪市の独自の上乗せの協力金という制度で、この支援をしてまいりたいと思います。お願いします。まん延防止期間における協力金制度についての説明です。4月5日から5月5日までの時短要請をいたします。これにつきまして1日4万円から最大10万円という形で、基本は4万円と、しつつその売上に応じた支援金を行います。事業規模、売上規模に応じた金額で1000円未満は切り上げです。1日あたりの売上の 40% に当たる金額を支援するということになっています。最大については10万円です。また最大これ10万円ですけれども、大企業の場合については最大20万円、これは売上の減少額に対しての 40% ということです。そして大阪市外については1日4万円の支給をで支援をさせていただきます。それから飲食店の感染防止の取り組みの支援ということで、現在特に感染に強い飲食の場作りということで、マスク会食の義務化と、そしてアクリル板の設置、CO2 センサーの設置のお願いをしています。これは飲食店の皆さんに協力をいただいているということでもあります。また今回政令に基づいて要請する内容でもあります。補助制度というのを設けてまいります。 CO2 センサー、アクリル板の設置をする場合には上限10万円をこの補助金額として支援の対象といたします。まだ受付は始まっていませんが、領収書、実費の精算になりますので領収書が必要になります。このあらかじめですね、領収書の保管をよろしくお願いします。4月1日にまん延防止等重点措置の要請の方針が決定をされました。そこで政令に基づいて、またまあ、大阪ある意味まん延防止以外のところもお願いをしているということが決定をいたしましたので、4月1日以降に購入した備品を対象とさせていきます、いただきます。これについての領収書の保存をよろしくお願いします。詳細につきましてはまた後日決定次第大阪ホームページで公表します。次お願いします。以上です。それではご質問をお受けいたします。先ほど開催しました新型コロナウイルス対策本部会議の内容に係るご質問も先ほど囲みしておりませんので、合わせてお受けいたしますのでよろしくお願いいたします。それでは挙手願います。すみません、 ABC テレビの川口と申します。今の説明の中で若者の特に10代20代の感染が変異株によって多くなっているということで、重症、先ほど対策本部会議では重症化もしやすくなっているのではないかという指摘もありましたが、学校現場への対策として今後休校であったり、あと部活関係での自粛を求めたり、そういったことはあるのでしょうか。これは本部会議でも議論して決定をしたところでもありますけれども、やはりその学校の現場において、まずはその給食とかこう飲食の場面についてはもう食べるときとこう喋るときというのできちんと使い分けてマスクをしましょうというのを改めて徹底すると
ということが一つ、もう一つやっぱ感染リスクの高い場面については感染対策を徹底するということが一つ、もう一つ部活動については室内における部活動ですね、感染リスクの高い活動、特に室内における活動であったり、大きな発生が伴う行動であったり、そういった感染リスクの高い学校教育活動、部活動については感染対策を徹底するということを今決定をいたしましたので、それを学校に通知しているということです。特に3月中旬以降の部活動でいくと、室内のバスケットボールとかバレーボールと、特に室内競技で大きくこのクラスター例の報告をされています。やはりこう口の中に、ね、たくさんこれだいます、ウイルスがいますので、室内の密封した状態の中でこう大声を出しながらスポーツをするというのは、これはもう飲食の場とも同様での趣旨ですけれども、感染が広がりやすく、また同様にこういったバスケやバレーなんかでは複数例、このクラスターも発生しているという状況です。ですので、換気を徹底するということと、それからそういった活動については感染率の高い活動についてはもう実施をしないということの決定をいたしていますので、それを学校に通知をいたしています。これ今後学校において個別にその判断をされていくということになると思います。そういった意味で、その感染リスクの高い活動についてはもう実施をしないということで考えています。ただ現時点で休校だとかそこまでするということまでは至ってはいません。去年ちょうど1年前は入学式が中止になってということで授業もその後中止になりましたけども、そこまでのことをしないというのは感染リスクが高いところで徹底したいというそういった考えでしょうか。もちろん今普段の生活の中でお一人お一人のこの感染対策を徹底お願いしたいということと、学校の現場においても感染リスクの高い場面というのがやっぱり見えある程度見えてますから、先ほど申し上げたその感染リスクの高い活動、部活動であったり学校教育活動でもこういう大きな発生を伴うようなもの、それはもうやらないということの徹底をしていきたいと思います。で一方でそれも休校したらいいじゃないかという意見もあると思うんですけど、休校に伴うデメリット、つまり生徒の心身に与える影響だとか、そういったこともかなり多く報告もされています。単に学業の遅れだけじゃなくて、やっぱりその心身に対する極度の影響が出ているということもやっぱり報告もされているところなので、現時点においてはやっぱ感染リスクの高い活動については実施をしないということを徹底するという判断をしています。ありがとうございます。他に読売テレビの小木です。大阪府内全域で不要不急の外出自粛を求めるということですが、これ聖火リレー、府内全域での聖火リレーはどうなるんでしょうか。聖火リレーの基準として、行動で聖火リレーをする場合の基準として、不要不急の外出の自粛をしている場合、あるいは緊急事態宣言が出ている場合、あるいはイベントの自粛要請を出している場合については、行動の聖火リレーはもう中止するという基準があります。そして、この基準に基づいて、大阪市における聖火リレーについては行動聖火リレーは中止するという判断をしたところです。本日大阪府全域に対して不要不急の外出の自粛の決定をいたしましたので、大阪府全域において公道を走る聖火リレーについては中止をいたします。その判断を大阪府としてやります。そしてですね、じゃあどうするのかということなんですけれども、万博記念公園、今現在調整中でありますが、万博記念公園を完全に閉鎖して締め切って、そこで聖火リレーができないかということを今協議している、検討しているという状況です。ここについては大阪市の聖火リレーだけではなくて、いわゆる大阪市以外の市町村ので走る予定だった聖火リレーについても、万博記念公園で13日14日これはもう入り口締め切ってですね、この聖火リレーができないかということを今協議しているという最中です。で、
セレブレーションについては無観客で行うということを想定をします。ですので、中之島で行うセレブレーションもこれはもう万博でセレブレーションを無観客で行うことができないかということを考えています。そして、まあ、その点につきましては、橋本組織委員会会長に直接私の方からも相談をさせていただきました。丸川五輪担当大臣にも直接ご相談をさせていただきました。その方向で大阪府としては実証したい、大阪府の聖火公道を走る聖火リレーは全て中止にすると、その代替措置として万博記念公園を締め切って、この密には絶対にならないという環境の中で、できない代替措置ができないかと、代替のこうリレーというかそれができないかということを今直接私からも大臣と組織委員会の会長に申し上げて相談をしているところでもあります。今それでできないかということを実務方を通じて協議中であります。当初は今日にも、まあ、遅くても今日にも返答がある予定、まあ、返答というか、まあ、正式な決定を組織委員会がされる予定だったと思うんですが、もう知事の方から追加で府内全域でというご相談をして今また追加で協議をしているというそういうことですかね。そういうふうに捉えていただいていいと思います。なるほど。じゃあ今日中には返事は来ないないと思いますね。今日中に決定できるものではないと思うので、まあ、できるだけ早く方針、まあ、最終的にはこれ組織委員会が決定することですので、ですけれども、まあ、府も実行委員会がありますから、先ほど申し上げた橋本会長にもご相談も申し上げているところです。最後は組織委員会が決めるということになると思います。まあ、13日14日と非常に日がありませんので、そんなに日程はかけられないと思いますが、それで、そういった形で実現ができないか、まあ、まさに今調整をしているところですので、正式に決まれば組織委員会から発表があると思います。まあ、この点については地元聖火ランナーの皆様の地元を聖火リレー、聖火を持って走りたい、リレーしたいという思いが非常に強かったと、強い方もたくさんいらっしゃるのも承知もしています。またそれぞれの市町村で、その名所を走るということで準備もされてきたところだとも承知もしてますが、この現状に考えてみたときに、やはりこの大阪府内でですね、聖火リレーをするというのは明らかにこれ密を作るということにもなりますし、府民の皆さんに不要不急の外出自粛をお願いしている中で、するのは適切ではないと判断をいたしました。先日愛知県の聖火リレーを見ましても、やはり対策を取ると言いながらも、やはり聖火一度見たいということで密になります。大都市においてやはり密になりやすいという傾向にもある。これは大阪においても同様だろうと思っています。ですので、万博記念公園であれば完全にゲートを締め切ることができますから、まあ、家族とか関係者とか、まあ、一定の方は入るとしても、そういった形での聖火リレー、まあ、行動の聖火リレーを中止にして、そういった形でできないかということを、まあ、大阪府としては考えているということです。ありがとうございます。他に質問、読売新聞の太田です。先ほどの聖火リレーの件で一点確認なんですけども、組織委員会の方へ伝達したのは今日本日ということでよろしいんでしょうか。本日です。それとあと今日で医療非常、事態宣言を踏まえてですね、府民府全域に対して、まあ、不要不急の外出自粛を、まあ、要請することになったと思うんですけども、その、まあ、外出自粛を府全域に拡大することについて知事として期待する効果などがあればお願いします。やはり今感染が急拡大する中で、まあ、変異株が影響はしていると思います。とはいえですね、結局このウイルスっていうのは飛沫感染が主でもありますし、人と人を介してでしか広がることができないという、そういった特徴もあります。ですので、この府民の皆さんに今の感染の急拡大の状況、そして医療非常事態となっている状況を踏まえてですね、府民の皆様お一人お一人に不要不急の外出の自粛をお願いすると、そうしていただくことで感染の山というのはこれは僕は抑えることができると思ってますし、そこのご協力をお願いしたいという考え方です。
専門家の方々の意見からしては、まあ、緊急事態宣言の発令というのも出てきていますけども、改めて、まあ、まん延防止等重点措置の対策はまだ始まってばかりなんですけども、それに対するそういった専門家のご意見についてはですね、知事どのように受け取っていらっしゃいますでしょうか。まあ、やはり中身も非常に大切だと思ってまして、今回、大阪府全域で不要不急の外出の自粛をお願いするということになりました。また大阪はどうしても都心部で広がりやすい、その都心部で、まあ、夜8時までの時短の要請、そして夜8時までの時短の要請とをお願いしているということであります。ですのでほぼ緊急事態宣言の中身と同じことを今大阪府においてはお願いしているということになります。ですので、まあ、緊急事態宣言とほぼ同じ中身のこの内容をですね、ぜひ府民の皆さんにはご協力をお願いしたい、事業者の皆さんにはご協力をお願いしたいというふうに思っています。でこのご協力いただければ、やっぱり4月の中旬、まあ、効果が出るとしたら4月の中旬頃ぐらいからだと判断をしていますが、中身自体は緊急事態宣言とほぼ同じ中身をお願いをしていますので、その徹底をぜひご協力をお願いしたいと思っています。他に、あ、どうも、すみません。日経新聞の古田です。すみません、一部報道で、今日の新規感染者が800人強という、数字が出ているんですけども、これ今のところ集計、まだ集計中か分かりませんけども、変わってましたら教えてください。これは今まだ集計中ですので、正確な数字は出てないです。ただ報道されているのに特に間違いはないというふうに思っています。それと、病床確保の件なんですけれども、24条の9項の方でお願いしていると思うんですけれども、これで一定確保できないという なった場合は、24条の1項の総合調整のところでお願いするという方針はあります。現状、先ほどの本部会議でもやりましたけれども、重症病床をなんとか100床追加できないかということ、まあ、非常にこれ高い数字にはなりますが、この医療非常事態宣言もこう出したという状況でもあります。それぞれの病院においてのご協力をもうお願いするしかありませんが、ここはもう個別の病院に働きかけをしていって、まずは協力を仰いでいきたいということを先にやります。いろんな手を尽くすことをまずやった上で、特措法であったり感染症法の規定がある、まあ、知事の権限ということは当然頭にありますけれども、やはり病院が分かったやるよとなかなか言っていただけないと、これは病床確保というのは進んでいきませんから、明確なルール基準がない以上、やっぱりそう個別に我々としてもお願いしていくしかありませんので、そのお願いをして、この病床を確保していきたいと思っています。他に、あ、今一番手上がった、はい、関西テレビ上田です。今の関連してなんですが、まあ、100床重症病床を要請して、それでなかなか難しい場合に、まあ、1月の段階では特措法の、まあ、いわゆる指示も検討するみたいなお話もありましたけど、まあ、感染症法改正されて、まあ、要請勧告して、まあ、公表するみたいな新たな、まあ、知事の権限もあると思うんですけど、そういった点も今の段階で見通しされているんでしょうか。それは当然法律上の措置、まだ権限としてあることは十分理解をしていますので、僕の頭の中には入っています。当然それは最後の手段として、考えています。ただ今は、まあ、重症病床使用率が 70% に、まあ、達する直前という状況の時期でもあり、その病院それぞれにやはり分かったやるよと言っていただけることの、まあ、ある意味その理解を得て進めていただけること、こちらをより重視すべきだというふうに思ってますので、今まさにそれをやっているという状況です。ですので、まずはそのありとあらゆるこの、まあ、協議も含めて重症病床の確保、しかも今この状況ですから、それについてのお願いをしていくということを尽くした上で、
まあ、これは日々やっぱり重症病床も変わってきますし、その時その時まで適切な判断をしていかなければならないのがこのコロナですので、そういった法律があるというのは頭に入っていますが、現時点では緊急要請を行って、そして病床の確保をできる限りの確保をしていきたいと思っています。次の質問、NHK さん。NHK の佐藤と申します。先ほどの聖火リレーの代替案について確認なんですけれども、その実施日は13日14日もともとの実施日で予定でいいんでしょうか、それともまた後日になるのかというのは。いや、もう実施日を変えることはできませんので、13日14日で考えています。分かりました。あと、現状で発表はまた、これまでのように国から発表があるということでよろしかったでしょうか。もしあるとすればいつ頃かというのは今のところお聞きになられたりですか。いや、それは今日相談したわけですから、じゃあいつに発表しますとかいうことではないし、これはまだ分かりませんが、もう13日14日の話ですから、できるだけ実務的な調整というのを踏まえた上で、できるだけ早く組織委員会から公表されると思っています。私自身から橋本会長にご相談を申し上げて、その方法について、また大阪府の行動リレーのあり方、大阪府の感染状況等々もご相談申し上げてやりましたので、方向性としては組織委員会の会長、橋本会長も分かりましたというふうに言っていただけましたから、その方向性で決まっていくと思っています。あとは詳細を今実務的にいろいろ詰めなきゃいけないところですから、そこをやっている最中だという認識です。ありがとうございます。あと1点だけなんですけれども、今日で1回目の緊急事態宣言からちょうど1年になるんですけれども、一番最初の知事の発言と被ってしまうかもしれないんですけれども、改めて今目の前にある課題というのはどういったところがあるかというのをお聞きしてもいいでしょうか。なかなかこう先が読めない、誰も読めないんですけど、読めない中で霧がかかったような状態の中で進んでいっているのが今回のコロナ対策ですし、そういった目では足元を見ながら、その時点その時点で適切な判断をしていくということが非常に重要だと思って、この間もやってきているという状況ですと思っています。感染対策はもちろん必要ですし、一方で、先ほどの学校の話もありましたけれども、社会や経済、そういった人の生活活動というのもあって、そことこのコロナをどう、こうバランスを取っていくのかという非常に難しい課題ですけれども、また先が読めないという中でこれをやっていくということをこの間やって、できる限りやってきているということです。で、特に今回についてはやはり変異株の影響ですね。同じ新型コロナなんですけれども、既存株と比べてやはりその感染速度も速いと、重症化率も高いというのがどうもこれは明らかだと思うし、これ全国でもこの N501Y 型の変異株というのは見つかってますので、この感染力からするとおそらく既存株に取って代わるだろうというふうにも思ってます。大阪、兵庫ではそれがいち早く起きつつあるという状況だと思いますので、ここはより強い危機感を持ってですね、対応していきたいと思って、います、その株の種類が変わっているということも意識して対応していきたいと思います。次の質問の方、すいません、だから後ろ産経さん、はい、産経新聞の佐藤です。3月に緊急事態宣言が解除されて、それに伴って赤信号が黄色信号になってから1ヶ月ちょっとで、今回また赤色がつき、その医療非常事態宣言がついたかと、発令されるかと思うんですが、その変異株によって病床が、その加速度的に埋まったという、可能性ももちろんありますが、想定以上にその危機的状況というのが早く訪れたというご認識なんでしょうか。これは先ほど申し上げた通り、この感染の急拡大というのはいつ起きるかわからないのがこのウイルスの特徴だと思っています。ですのでそういった意味ではいつどこで出火するかわからないという中で日々この
職務に当たっているという現状です。なので想定より早いとか遅いとかっていうのはもうあまりなくて、ぐっと増えたらやっぱりすぐ抑えるということをもうあのワクチンが広がるまでは繰り返していかなければならないという認識で、まあ、これまでもそうですけど今もあのやってると、まあ、そういう認識です。あとすいません、あの大阪モデルについてなんですけれども、まあ、今日も大阪モデルに基づいて判断されたかと思うんですが、その、まあ、府民との、その危機意識の共有とですね、まあ、出口入り口の指標を示すことによってその、まあ危機あの感染対策の徹底を求めるという目的もあるかと思うんですが、その一方で分科会指標との兼ね合いもあるかと思います。であの今後の運用についてはどういうふうにお考えでしょうか。あのまあ、現在、この医療非常事態宣言ということで重症病床が 70% に達したら赤信号というのはこれは適切にやっぱり運用あの適切なあの基準だというふうに思っています。ですので、まあ、今回も赤信号をつけたということです。まあ、今 70% 達していませんがもう達することは確実なのであのつけたという状況です。なのでまずはこの医療非常事態だということを府民の皆さんにあのできるだけあのお伝えをしてですね、お一人お一人 の, この感染症対策の徹底をお願いします、それから今お願いしている措置の徹底をお願いしますということに尽くしていきたいと思います。今はその感染の急拡大の山をできるだけ抑えていくと、一人でも感染者を減らしていくということが非常に重要ですから、あのそこにあの力を注いでいきたいと思います。まあ、あの基準をどうするかというのはちょっと感染が落ち着いてからじゃないとなかなかあの冷静なあの判断あの基準設定って難しいと思いますから、今はあのこの既存の基準の中で判断をしていきたいと思っています。最後にもう一点だけ関連してなんですけども、まあ、例えばあの大阪モデルで言いますと7月からその、まあ、5ヶ月ほどその黄色信号が続いていた状態があったり、例えばあの12月からあの3ヶ月ほど赤信号がついているという、まあ、その黄色信号赤信号警戒や非常事態を示す、まあ、指標あそのライトがですね、まあ、長期間に及ぶことによって、まあ、府民の方の、まあ、よくも悪くも慣れということも懸念されるかと思います。あのより効果的にですね、あの危機意識を発信する上で今のままでいいのかというお考えはいかがでしょうか。まあ、あの危機意識の共有、というのは非常にあのこう難しくなってきている部分は あるのかなとも思っています。まあ、このコロナウイルスが始まって先ほどもありましたけど1年以上が経ってですね、この感染が拡大してくればこの自粛をお願いして、そして一定収まってくればこの社会経済をこう少しずつでも動かしていくということをこう繰り返してきたわけですけど、このウイルスの中身っていうのが非常に見えてきたわけですね。あの大体どのくらいの年代が重症化するのか、まあ、もうこれは高齢者に非常に偏っている、死亡も重症化も非常に偏っていると、その中で、まあ、いろんなお願いをして、そうじゃない世代の皆さんへのこのメッセージを伝えていろいろお願いすることが非常にあの行動変容をお願いすることがあのこのウイルスの実態が見えてくる、見えてくればくるほどあのコミュニケーションもそして期間が長くなればなるほど難しくなってきているというのをあの感じるところでもあります。でそうでありながら、まあ、同じ新型コロナなんだけどもこの変異株特にイギリス型の変異株についてはあの感染の速度が非常に速いですし、まあ、重症化率も高いということを見る と, ちょっと既存株とこれあの違う部分もやっぱあると思うんですね。だから違う部分があるというのを伝えるのもなかなか簡単にはいかないし、今までとような同じやり方でもなかなかあの要はリスクコミュニケーションとしては非常に難しくなりつつあるなと、これは尾身会長もおっしゃってますけど僕自身もそういうふうに思います。ですので、まあ、もう丁寧に、まあ、本部会議もそうですし、こういった形で変異株の状況がどうなっているのかっていうのも丁寧にお伝えをし、まあ、私僕自身も発信できればどんどんいろいろ発信をして、この お一人お一人 の, あの行動変容のお願いをすると、感染が急拡大しているときはね、そういったことをもう尽くしていくしかないんではないかというふうに思っています。次の質問お願いします。どうしたら
共同通信の井上です。先ほど今すでに緊急事態宣言と同じ内容の措置を取っていらっしゃるとおっしゃいましたけれども、一応そのまん延防止措置のさらに強い措置として緊急事態宣言という立て付けがあると思うんですが、知事としてはどのような状態になれば緊急事態宣言が必要だと、どういう基準でその辺を考えていらっしゃるのか教えていただければと思います。まず緊急事態宣言での上の措置というのは午後8時の時短要請であり、不要不急の外出の自粛、これは今日の医療非常事態宣言でほぼ同様のことをお願いしている、つまり中身はほぼ同じことをお願いしているという状況です。ですのでこれをまさに徹底してお願いする、この措置にお一人お一人もご協力をお願いするということが重要ではないかというふうに思っています。名前だけ緊急事態宣言に書いてもやっていること一緒であれば意味がないということにもなると思いますから、そういった意味では今お願いしている措置の徹底をお一人お一人にお願いするということに尽きるのではないかと思っています。そうしますと改めてこの何かどこかの基準を達したら緊急事態宣言というまた別のものをやるとか、そういうことは今の時点ではお考えでないということでしょうか。これ将来どうなるかというどのくらいの数が増えるかというのもなかなかわからないところでもあります。今おとついかこの重点措置の適用が運用が始まり、また今日の医療非常事態宣言において、もうほぼ医療事ほぼ緊急事態宣言と同じ中身のお願いをしていますので、これに効果が現れるのはいずれにしても4月の中旬頃になるかと思いますけれども、この措置の徹底をですね、お願いしたいというふうに思っています。次の質問をお願いいたします。すいません、そうしたら毎日毎日新聞の石川です。3点お伺いします。今の質問にも関連するんですけれども、今日実運用の病床もですね、今の確保数からですね、今後重症者上回る可能性というのも高いという報告もありましたし、変異株の脅威というのもいろいろ報告されてシビアな報告がたくさん出ています。で、かねてから緊急事態宣言と今のまん防ほぼ同じ措置を取っているということでですね、もう一歩踏み込んだ措置というのはそうするとなかなか難しくなってくるのかですね、今この措置の中で感染拡大を抑えることができなければ、ちょっと手詰まりというか次のカードを切るのが難しくなってくるというようなご認識なのか、そのあたりの知事の危機意識というか問題意識を教えてください。まず府民の皆さんの不要不急の外出の自粛、そして夜8時までの時短、こういったことを徹底を お願いして、これが実行できればですね、この変異株といえどこの感染の山どこかで山というのを抑えて、この下降局面に入ることができるのではないかというふうにも思っています。またこの措置の中身は緊急事態宣言とほぼ同じ中身をお願いしているので、もうそこを徹底して、お願いする、これが必要ではないかというふうに思っています。それと今日府民全域に対して不要不急の外出自粛が新たに加えられて、前回からですね、大阪市外の飲食店に対してもアクリル板の設置であったりとかマスク会食の義務化の要請、こういったものが特措法の24条9項ということで立て付けは違うけれども、事実上大阪市内とですね同じような要請をしていたところ、今日不要不急の外出の自粛というのも入ってきてですね、かなり大阪市内への要請と大阪市外への要請というのは今似たものになっております。でそこで緊急事態宣言の手前の今マンボウを徹底するということですけれども、マンボウのエリアをですね、拡大するとかですね、そのあたり今かなり要請の内容は似たものになってますが、あくまでも大阪市内へのまん防適用というのにこだわるのか、そのあたりのお考えをお聞かせください。今日の本部会議の資料でも示したんですけれども、もちろんこれ大阪市外も増えてきてますが、やっぱり大阪市内というのはやっぱ半分、人口比にしても半分弱ぐらいで、伸び方もかなり大阪市内が中心に広がってきてます。都市構造を見てもやっぱり大阪市内におけるこの繁華街であったり、その感染リスクが広がる場面というのはほぼ大阪市内に集中をしています。飲食店も7割弱、大阪府全体の7割弱が大阪市内に集中していると思いますので、やはりこの大阪府全域に不要不急外出の自粛をお願いしながらも、この繁華街である大阪市内をより集中的に対策を取るということが必要ではないかというふうに思っていますので、そのまん延防止の適用範囲をこう今の段階でこう市外、境とか富
神田林とか川品川とかそっち側に広げるということは考えてはいないです。大阪市内のいわゆる心臓部というか中心部、ここをいかに強く抑えていくかが大阪における感染を抑えていくかの肝の部分になるのではないかと思っています。最後1点すみません、変異株の分析のところで若者に対してもかなり高い割合で感染が広がっている、また重症化もですね一定若者に広がっているというようなお話ありました。そういったことを踏まえてですね、若者に対しての行動を見つめてもらう上でのなんかメッセージというか呼びかけみたいなのはありますでしょうか。若い方はこれまでなかなか重症する方は少ないということでしたが、やはりこの重症化率も若い方でもこの変異株においては高まってきています。また若い世代でのこの感染の広がりというのがこの変異株においては非常に強く見られます。半分以上がこの若い人、若い世代30代以下では広がってきている。しかも10代、今まではこれが少なかったんですが、10代でもこの広がりを見せている。つまり非常に感染力が若い世代でも高い状況で、そうなってくるとそこの若い世代から広がると同居の家族と高齢者の方にも広がってきますので、命を守るという観点からも、また自分を守るという観点からも、若い世代の皆さんの飲み会、宴会、コンパ、ぜひ控えてもらいたいと思います。また合わせてこれは飛沫感染とか人と人との接触でしかこのウイルスは広がってきませんので、本当にちょっとしたことも含めて感染対策の徹底というのを5月5日までお願いしたいと思います。ありがとうございました。またあと 大学とかにもちょっと強く我々の方からもお願いしたいと思いますが、大学 のいろんな新歓コンパとか大学での部活であったりだとか、そういったことも強く要請していきたいと思いますし、大学の学生の皆さんもここはご協力をお願いしたいと思います。人事と思わないで、この自分たち若いから大丈夫だと思わないでいただきたいと思います。変異株は若い人にも広がりやすいし、また重症化も見受けられます。ぜひご協力をお願いしたいと思います。はい、次お願いいたします。じゃあ MBS、 すみません、毎日お伝えなしです。今日の対策会議の中で、重症化の病床、重症病床についてですね、これまでに加えて、さらに100床と追加で病院に対してお願いしてだと思われます。で、中等症軽症についてもですね、これまでに加えて350床と。で、この1年ずっと病床については逼迫するたびにいろいろお願いをしてきたんですけれども、その重症病床を今、さらに224からさらに100床っていうのはかなりハードルが高いと思うんですけれども、今現実に100床お願いしたとは思うんですが、これについて実際に本当にどれくらい急いで知事としては確保しなければいけないというふうにお考えなのかお伺いしてもよろしいですか。もう一生一生の積み上げだと思ってます。ご指摘の通り、この100床というのはかなり高い目標です。それができるんだったらなんで今までしてこなかったのって言われるぐらい、この高い数の目標を設定をしています。224床から1床ずつ積み上げるだけでも大変な状況の中今やってますが、この緊急事態ということですね、それぞれの大学病院であったり、中等症やってくれている大きな病院であったり、これまで重症病床やってくれた病院であったり、そういった病院の中で病床数に応じてこの基準も一定程度作って分担をということでお願いをいたしております。非常に高い目標数字で簡単にはいかないと思ってますが、一生一生確実に積み上げていきたいというふうに思ってますし、そこには大学病院、基幹病院、今重症を治療してくれている病院の皆さんにご協力をお願いしたいと思います。その病床を増やしていく上で、人材の確保というところも重要になってくると思うんですけれども、やはり今日看護師さんの募集もされたと思うんですけれども、年度替わりで新しい体制になる中で、各病院であったり実際 その看護師の不足っていうのは結構現場からは聞こえてくるんですけれども、知事としてそのあたりどのように感じておられるのかというところと、改めてその看護師さんの募集について、呼びかけ等ありましたらお願いします。ちょうど今年度替わりの時期でありまして、それぞれの病院においても新しい看護師さんが来られたり、あるいは退職をされたりということで、人が大きく入れ替わっているということも病院から報告を受けています。ですので、この病院の受け入れ体制としても、そういった年度替わりの時期で、なかなか簡単にはいかないんだということも報告を受けて、まさにそういう状況だというふうに思っています。ただその中でもですね、これはやはり今感染が急拡大になって、そして
この重症病床がやっぱり必要になってきてますから、そこの必要性というのを各病院にお願いをして、こう体制を厳しい中ではありますけれども、ぜひこの病床の確保にご協力をお願いしたいということを我々としてもやっていきたいと思います。また看護師さん の募集を改めて開始もしているところでありますので、この状態の中でこの治療であったり、あるいはそのホテル療養であったり、そういったところに協力していいよという看護師さんいらっしゃったら、ぜひ府の看護協会あるいは府のホームページ大阪府 の対策課の方にぜひご連絡をいただきたいと思います。1点だけ、コロナ重症センターについてもですね、今、実際に運用できているのは13であったり、ここ数日中に増えて16ぐらいにはなるとは思うんですけれども、30床を作って、こういった時のためにですね、備えていたんですけれども、実際やっぱり運用しようとするとやっぱり人が足りてないっていうのはかなり現場からあるんですが、30床には2週間程度でできれば上げていきたいなというふうには思ってるんですが、そのあたり改めてどのようにお考えでしょうか。やはりどうしてもこの人、看護師さん、人材がなければ病床を動かすということはできません。ただこういったすでに、重症センターの施設はもうこれありますし、そしてまたそこで働いてくださってた看護師さんもいらっしゃる。今ちょっと年度替わりということで、本体の病院に戻られている方が非常に多いわけですけれども、そこはお一人お一人にも、またその個別の病院にもお願いをして、もうすでに経験者でもありますから、そういった方に、ぜひご協力をお願いしたいと思いますし、それから経験者でなくても、重症の対応について協力してもいいという看護師さんがいたら、また新たに手を挙げていただければ非常に助かるので、その募集をして、なんとか一床でも多く運用させていきたいと思います。ありがとうございます。そしたらもう次の方、読売さん。すいません、読売新聞の太田です。すいません、1点ちょっと細かい点で恐縮ですけども、聖火リレーに関してちょっと1点確認させてください。知事のご認識としてはですね、聖火リレーそのものを中止するというご認識なのか、それとも行動における聖火リレーを中止するというご認識なのか、どちらでしょうか。行動における聖火リレーの中止です。ですので、同じところをぐるぐる回る聖火リレーがそもそも成り立つのかというところは、聖火リレーとして成り立つのかどうかというところはあるのかもしれませんが、要はこれは感染症対策ですから、行動で誰もが一応参加できて、密になるような、そういうリレー、これを、不要不急の外出をお願い、自粛をお願いしている中でやるというのはやっぱり違うと思いますし、あくまでもその聖火リレーそのものに反対というわけではなくて、その対策上やっぱりこれはやるべきではないというのが、中止すべきだというのが考え方です。ですので、これはどういう発表のされ方になるかは、もうそこも組織委員会にお任せはしようと思いますが、口頭で誰もがこう観客として参加できてというのは、楽しみにされた方もいらっしゃったと思うんですけど、ここについてはもう全部中止にするとすべきだと思ってますし、そういう考え方です。あともう一個、これもまた組織委員会の方と話し合われて決めることかもしれませんけども、万博記念公園で予定されているということなんですけども、これというのは知事がイメージされているものとしては、その万博公園内でその予定されていた ランナーの人たちがこう成果をこう中でぐるぐるつないでいくというようなイメージを持たれているんでしょうか。そういうイメージです。なのでそれぞれの市町をこう走るわけではないので、どこまでこのリレーと言われるか評価できるかとか、これは組織委員会で判断いただきたいと思いますが、この万博記念公園を、万博記念公園は入り口閉鎖できますので、入り口を閉鎖した形にして、13日14日この公園の中をこうぐるぐるですね、1日あたり90名の方、2日で180名になります。もちろん地元じゃなかったらもうやめますとおっしゃる方も出てくるかもしれません。これは今後の調整になりますが、その万博記念公園の中で、聖火リレーについては完結をさせると、セレブレーションも含めて完結をさせると。そして一定の、例えば聖火ランナーの家族の方とか関係者の方とか、そういった本当に必要 最低限の参加者の中で確実に密にならないという形で、この大阪における聖火リレーというか、これは完結をさせたいと思っています。すいません、予定です。質問を予定されている方、手を挙げていただけますでしょうか。今
お二人ですかね。そしたら一番奥の、はい、ご苦労様です。ジャーナリストの阿波野と申します。ほぼ同じとおっしゃったんですけど、医療非常事態宣言とこれまでの非常事態宣言、簡単に言えばどこか違うがあるんですか？緊急事態宣言との違いでいくと、夜8時まで、大阪市内は夜8時、大阪市外は夜9時でお願いしてますが、緊急事態宣言の時は大阪市外も夜8時までというところの違いが1点。もう一つは法的な違いとして、これは重点措置のところはその過料の金額ぐらいの差しかないわけですけれども、緊急事態宣言が全域にかかっている場合については、ある意味その時短なんかについても義務としてですね、この命令過料の対象に、守っていただけない場合は命令過料の対象になるということ、その2つぐらいだろうというふうに思ってます、大きく言うと。あとこれはちょっと質問というか、ちょっと違うんですけど、今日この会見に出させていただこうと思って、幹事社の方に連絡しようと思って大阪府庁の代表電話に電話してですね、昼前からやってるんですけど、何遍かけてもで回線が混み合ってて、っていうテープが回るんですね。今10分前にやってもそうでした。で、こういうことで僕はいいんですけど、不安になっている府民の方で、あんまりそのパソコンとかでそういうことがわからないお年寄りとかですね、そういう方がやっぱり代表電話だけ知っててかけるってことが多くなると思うんですね。なんかこうちょっと対策されないのればいいかなと、ちょっと老婆心ですけど。はい、ご助言ありがとうございます。コールセンターとかそういったもの、決めたときはものすごくやっぱかかってくることもあるので、コールセンターの周知とかそういったこと、電話がなかなかかかりにくいという対策についてはもう引き取って実務方の方で、完璧とはなかなか決めたときはやっぱり880万府民いらっしゃいますので、完璧にはならないかもしれませんけど、この対策というのは取っていきたいと思います。ありがとうございました。そしたら最後に、はい、すみません。フリーの横田はじめですけども、今回の1ヶ月のまん延防止措置というのはですね、ほぼ緊急事態宣言と同じ内容ということであればですね、2月末に解除するのではなくてですね、約1ヶ月程度遅らせて、解除すれば今回のような感染爆発を招かなかったんじゃないかと、今のお話とかこの、コロナウイルスの感染状況の推移を見るとですね、タイミングが早すぎたんじゃないかというふうに思えるんですが、要は変異株の過小評価をしたと、感染力のスピードの速さと重症化のインパクトの強さをですね、過小評価して若い世代の、卒業シーズンと重なっちゃったことが大音波の原因だというふうに、思われてないんでしょうか。大阪においてですね、緊急事態宣言を解除したのは2月の末です。で、2月の末の時点における陽性者の数、これは1日50名です。で、感染のこの状況としても、ステージ2、感染拡大の状況に対してステージ2の状況までなった状況の中で、これは専門家の意見も聞いて解除を判断した。そして徐々に解除していこうということで、大阪市内の夜9時の時短というのも続けながら対策を取っているということですから、その解除の判断自体が間違ってたとは思っていません。で、当然3月の中旬、下旬、4月の上旬というのはリスクが高いわけですけれども、それを言うと東京、首都圏ももうすでに解除されているわけですから、そういった意味ではやはりその一定、この解除の基準を満たせば、数がもう随分とぐーっと落とし込んで、陽性者の数も少なくなって、専門家の判断を聞いてもこれはもう解除相当だよとなれば、やはりずっと続けるわけにはいきませんので、解除をするというのは判断としては間違ってないというふうに思います。ただその後この大阪と兵庫においてはこの N501 の変異株、ここがぐっと火がついたので、それに対しては適切に対策をするということがもう重要だというふうに思っています。他の解除になったエリアにおいても大きく
例えば同時期に解除になった福岡とか愛知とかっていうのも大きく感染がぐっと広がってない、まあ、同じような時期同じような判断で解除になったわけですけども広がってないというのはやっぱり N501 の変異株というのが、まあ、出荷しなかったということだと思います。宮城においてはこれ感染急拡大が起きたわけですからこのウイルスというのはやっぱりどこでいつ急拡大するかわからない、急拡大すればこれはすぐに抑えにかかる、もうこれをするしかないというふうに思ってますので、なんかこう解除が当時の解除が間違ってたとは思ってはないです。今のお話をお伺いすると、まあ、人為的なミスではないと、自然災害のように、天災のようなもんで、責任はないと、反省も謝罪もしないと医療関係者に、謝ったり飲食業関係者に、謝罪することはないという理解でよろしいんでしょうか。感染がぐっと増えてくればもうその時点で適切に対応していく、もうこのウイルスについてはもう早め早めに対応していくということが必要だろうと思っています。あとは変異株のですね、見通しが甘かったと、変異株のリスクの感染力のスピードとかで重症化のインパクトの強さを見誤ったということが原因ではないかと思うんですが、であればですね、こういう事態で大阪のこの事態を受けて五輪開催自体についてはどうお考えになるんでしょうか。数万人規模の海外の方が観客としては無観客でも関係者として選手団関係者が数万人規模で来るととなれば開催によって今回大阪で起きていると同じようなことが東京で起きる可能性は十分あるんじゃないかと思うんですが、五輪開催自体に対するお考えをお伺いしたいんですが、五輪の開催についてはこれは国と組織委員会東京都で決めることですので、僕がコメントすることはありません。そこで適切に判断されるというふうに思っています。変異株については、五輪とはちょっと離れたところですけど、変異株については N501 型はすでに全国でも確認をされてますので、これもいつどこで出荷するかわからないという状況ですから、これに対する警戒は全国においてもやっぱり強めていかなければな、強めた方がいいと思うし強めていかなければならない。で、大阪においては大阪兵庫今この変異株が猛威を振るっているという状況でもありますので、僕自身はまずはこの大阪の対策、ここに全ての力を注いでいきたいと思っています。五輪開催がさらに拍車をかけると、でそのために、府民含めて国民全体の命を守るためには五輪開催は控えるべきじゃないかというような趣旨の要望を政府にするお考えはないんでしょうか。大阪の対策に力を注ぎたいと思っています。最後に見守り隊の費用対効果なんですが、どれぐらい費用がかかって、PCR 検査、大量検査をした方が有効なんじゃないかという声も聞くんですが、この費用と効果、どの手は本当にあるのかどうか、あと効果が出なかった場合に、どういう政治的責任を取られるのか、最後にお伺いしたいんですが。飲食の場において飛沫感染が非常に感染リスクが高いというのはこれはもう明らかです。だから専門家も指摘しているところです。ですのでこの飛沫感染をいかに防ぐか、いかに感染に強い飲食の場作りをするのか、これはこれからも非常に、これまでもそうでしたけど、これからも非常に重要な要素になってくると。大阪という大都市で一店舗一店舗見回って、これは将来の認証制度に当然つなげていくという意味で、今も認証かどうかのチェックも含めて今見回って飲食店と協力をしながら飛沫感染に強い飲食の場作りを一店舗一本やっていく、言っているので、まさにその効果はそのやればやるほどこれは生じると思ってますし、これはいつか時短要請も解除になりますけど、時短要請解除になってもこれについては続けていくことができますから、飛沫感染に強い飲食の場作りということで、マスク会食の義務化、アクリル板の設置、そして CO2 センサーによる徹底的な換気、こういったものをもうある意味当たり前になるような、そういった飲食の構造の変更、場作りということに今見守り隊は力を尽くしてくれているので、大きな効果はあるというふうに思っています。費用はいくらぐらい、すいません、最後に、共同通信さん一つですか。費用はどれくらいか。これからです。これから今府民市民で、府民じゃん、府役、市役所 府庁の職員20、20の40名で、今やってますので、ここに特別な人件費という、人件費は当然もともとかかりますから増加ということはありませんが、
この人数が到底足りません。4万店舗見回るということですので、外注に委託をしていくという形になります。何百人単位ということにもなってくるというふうにも思いますから、それについてはその必要な費用というのは予算立てていきたいと思っています。共同通信社、すみません、1点ですね、はい、最後に1点だけ、すみません、兵庫県も328人かなんかで過去最多の感染者数が、はい、出ておりまして、で変異株が広がっているという共通点も大阪とあると思います。兵庫県と今何か連携して対策を進めていくお考えはあるのか、もしくは今やってらっしゃることがあれば教えてください。兵庫県とは実務レベルで常に連絡を取り立って共有しているところでもあります。もうこれは感染対策を徹底していくしかありませんので、何かこれをやったらこの感染は完全に収まるという方法は完全にコントロールできるという方法はないわけですから、もう一つ一つの感染対策を徹底していく、感染が拡大が増えてくるとそれを対策を強化していくということを、もうワクチンが一定広がるまではもうこれをやるしかないと思っています。当然人の生活活動、さっきの学校教育とかいろいろありますので、全部を止めるというわけにはなかなかいかない中で、感染に効果があると思われるところを集中的にやっぱり止めていくということをよりもう強化してやっていくしかないだろうというふうに思っています。兵庫とは常に連携を取りながら進めています。広がっている原因もほぼ一緒だと思います。やはり時期的な評価とすれば、当然人口が多いというところもあると思いますけれども、福岡とか愛知とかぐーっと上がってない、何が違うかと、やっぱりこの N501 型がこう出荷しているかどうかということだと思ってます。兵庫はこれやっぱ出荷している、大阪と同じように出荷してますので、そういった意味ではこの取るべき対策、そして問題の所在というのは一緒だと思ってますので、連携して進めていきたいと思います。それでしたら、これで定例会見終わりにさせていただきます。ありがとうございました。